今回ちょっと浜野さんの道具ちょっと紹介していきたいと思います。禁断のローライっていうか、めちゃくちゃありますね。すごっ。これまずミニローラー、はい、エコペンですね、はい、高断密、これ結構いいんですか。安いんで。ああ、結構コスパがいい、はい、結構使うんですかこれ。これはハーフとかノキドイとか、はい、この時にハーフとかノキドイに4インチの13ミリ、はい、はい、これが3インチ、はい、これ分かります。縦ドイですよね。そうです、縦ドイ3インチ、2インチの人もいますよね。そうですね、まあ、ここはもう自分の使い分けで、はい、これはマイクロエース。そうです、ちょっと高いやつですねこれ。高いですね。結構まあまあ高いですね。マイクロキューブ、これあれですよね、マイクロエースの中兄弟分みたいな。そうですね、毛は同じ、はい、はい、めちゃくちゃ細かいんですよこれ、毛の繊維が。ただ高い、コスパがちょっと悪いですよね。そうですね、でも仕上がりはもう抜群、はい、これが基本的には外壁ですか。そうです、外壁の中塗り上塗り、中塗り上塗り、ウレタンとかフッ素とかシリコンとかはこっち。でもクリアの時はこっち。そうですね、なんかやっぱ違うんですか使用感が。こっちはちょっとはい、ペタッとしてるんで、はい、クリアの時は、はい、クリアの時はこっちは寝にくい、はい、毛が潰れてきちゃうんですよね、どんどん寝てっちゃって、作業性が悪くなってっちゃうんで。これ使い分けてる、グランデ。これはこっちのちょっと毛の長いやつですね。はいはいはい、もうその名の通りですね、グランデ。25mm、こっちが 21mm 23mm、 その2ミリの差でも結構違いますもんね、目地が深かったりするとこっちで入らんかったらこっちで分けて、ね、結構その2ミリって変わらんじゃんってイメージがあるんですけど、仕上がりもまた違いますもんね。あ、これあれですよ、ハケ屋さんの超コスパのいいマイクロファイバーですよね。悪口じゃないんですよこれ、ちょっと粗いんですよこれ一本一本が、タオル生地みたいな。その代わり含みがいいですよね。そうですね、すごい含みが良くて、まあ使いどころも分けてますこれは実際で。こっちのローラーはきめ細かいですよね。分かりますかこれ、繊維がこっちの方がなんかもうふわふわ、こっちの方がちょっと粗いタオル地みたいな。これの使い分けはちなみにあります？目地の深い時はこっちを使ってる、はい、こっちの方が入りやすいです、ね、これ僕も結構おすすめです、ね、あと値段も安くて含みがいいですね。含みがすごいです、この1本の毛が太いんですよこうやって。で人の道具見ると楽しいでね。楽しいですね。はい、でこれ次ハケ。あ、これ GP フレッシュ、これ高いですよねこれ。高いです。しかもこれちょっと大きいやつなんで本当に2000円ぐらいしますか、はい、これ結構いいやつですね、高級化けですよ。目地エコペン、これもいいですよね。いいですね。で僕一回浜田さんの思い出の時、ここに皮付き当てて曲げてましたね、はい、でここを角度をわざとかでつけて、トイの裏とかこうやって出れるように加工しやすいですよね。ちなみに浜田さんのおすすめあります？これが一番いいよ、これ買っとくといい。めちゃくちゃあるんだけど、これが、はい、最高なんです。これ最高っすか。最高っす。これが今浜田さんのめちゃくちゃ一押し、はい、マルキンですね。マルキン、はい、マルキンさん、これなかなか手に入りにくいです。もうないですね。もうない。ちなみに出番は、これは狭いところを塗るときに、はい、つつくときに、はい、もう最高最高。再販してほしいですね。欲しいですね。高いんですよ。これ1本いくらそうですか。700、高っ。750円ってこと。750円、ホームセンターだったら100円以下ですよね。そうです、7倍ぐらいの。全然ちゃうんすか。でもやっぱ長持ちはしますよ。ああ、そうですよね。でちゃんと手入れして、でまたその自分の合った形になってきますもんね、擦り切れでって。これ売ってるとこあったら教えてくださいコメントで教えてください。出るかな。これがいい、いいハケ、いいハケ。これが一緒の名前ですよね。そうですね。マルキン、マルキン、マルキン。これ高いですか。それなんか2000円とか、2000円ぐらい。わ、組もめっちゃ良さそうですね、うん、これは塗りやすいですね。ちなみにこれは出番は、これははい、ハケで塗る、はい、時に、はい、トイとかトイとかはハケで塗る、これベスト。長さがありますね、結構含みもあって、いいし、いいっすか。で、これが天空、はい、大塚っすね。これ結構似てますよね、はい、ただ絵の長さが微妙に違いますよね。これもこういうのも結構重要ですよね、ここの長さが。そうです、ね、使い勝手に出てきます、ね、これもいいやつじゃないですか。めっちゃあるっすね、大吉。あ、これはさっきのやつの、これは短いバージョン。あ、毛が短い、これ長さが微妙に
違うんですよ。上塗り用、これもいい、綺麗になりそうですね、めちゃくちゃ塗ったら、うん、いいですね。これハケフェチにはたまらんのじゃないですか、これね、みんな欲しいんじゃない、これ。いいハケはやっぱり、はい、使いやすいですね。そうですよね。で、仕上がりがやっぱり違います。正直腕で多分カバーできるところだと思うんですけど、やっぱその気持ちいいですよね。使いやすいです。使いやすい、塗ってて気持ちいいんですよ、その自分に合ったハケっていうのが。いっぱいあるんで全部紹介できない次、腰道具いいですか、はい、浜野さん、ちなみにこれ紙テープがあるんですけど、はい、これがこれが弁慶。弁慶、あ、浜野さん言ってましたね、おすすめって。おすすめです。何がいいんですか、弁慶。切れにくい、あの差し回りはこれを貼るんで、はい、これ結構強いんで、強度が、接着強度もあるんですか。ありますね。接着強度は貼った時の強度、剥がれにくいとかで、あとよれ、歌舞伎って結構安いじゃないですか、はい、で結構強度もあると思うんですけど、よれちゃうんですよね、ちょっと。で、浜田さん前言ってたじゃないですか、これ全然よれないよ、うん、で実際そのよれないんですよね。ラインがピシッって綺麗に出る。パシック、これあれですか、タッチアップ剤作った時に。そうですね、外壁とかですね、はい、これスクレーパー、これめちゃくちゃおすすめしましたよね。これは、はい、掃除とか、はい、あと角を切る時とか、はい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 、あのペンキかガラスとかについてこれこすったらめちゃくちゃ綺麗に取れるんですよね、カリカリって。これはあれですよね、朝食するとき。そうですね、とか塗料を混ぜるとき、混ぜ棒ですね。これはワイヤーブラシは、あのペンキがついちゃった時にこすって、はい、これなんですか。それスクレーパーの細いバージョン、狭いところを掃除するとか。そうすればこれがなんですか。これ分かりました、これ卓球のこれですよね。いやいや、これ常磐常磐コテ、コテじゃなくて何ていうんですか、こっちパテを、パテをこの上で、はい、練って、練ってこれちょこちょこってやって、傷ついたところとかもちょんちょん、補修の時とか。これ便利ですね。これ便利ですよ。で、あとは工具、金べらか、金べら、これあの100均ですよね。そうです、僕もこれ使ってました。ニベア、これ出番は、これはあのペンキ、はい、塗るときに、はい、塗っとくと後で取れやすい、はい、あー、ペンキ確かにそうですね。顔にペンキは、軒天とか吹き付けやるときに、まあその時最初塗っておくんですか。はい、でこれを一回塗っておいて、顔にペンキついてもすぐ取れる。便利ですね。はい。おっ、これなんですか。エッチな道具ですか。それはあの軒天の釘を入れるのに、はい、打つ。ああ、で腰袋にポンって入れといて、でコン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 って。あ、いいサイズですね。はい、でっかくないもんね。こんな初めて見た。ガムテープ。ガムテープでなんか使います。これクラフトで紙テープ。紙テープなんですか。あ、本当だ。よくあの段ボール梱包するときの、はい、これはどこで使うんですか。ビニールとビニールをくっつけたときに、はい、それを使う。その普通のガムテープにメリットあるんですか。切れやすいんですよ。作業性ってことですか。ここに入れつけてでもすぐピリッて切れるから、それだけでもやっぱスピードが違う、はい、ガムテープは切れにくいじゃないですか。そうですね、ちょっと抵抗がありますから硬いもんで、ね、切れやすいんですよ。あ、違うんですね。そういうのも分けとるんですよ。めちゃくちゃこだわりがあと最後僕一番気になったのが、ここが私物です。私物めちゃくちゃある。浜田さんやっぱあれですか、浜田翔吾とか聞くんですよ。そうですね、あの世代なんで。世代、何が好きなんですか。最近はあの、はい、矢沢永吉をかっこいい。よく聞いてます、はい、最近でテンションやっぱ上がって、はい、浜崎もあるんですか。浜崎も聞くんですか。聞けますね。あと、はい、サザン。あー、サザンいいっすよね。夏の現場の日にね。はい、ちょっとね長くなっちゃいましたけど、結構濃厚なね紹介になったんじゃないでしょうか。こんなにいっぱい、まだまだいっぱいあるんですよ。ただもうこれはもう一気には出せないよって、ちょっとずつしか出せないよって。実際今度あの浜田さんの現場に行く機会が多分あると思うんで、実際に浜田さんの仕事を紹介できたらなと思ってます。はい、じゃあチャンネル登録といいですね、あとコメントもぜひよろしくお願いします。で、あとツイッターとあのインスタグラムもう日々更新してるんで、よかったらあのフォローとかしてもらえたら助かるんで、よろしくお願いします。